皆様こんにちは。博多阪急ステージ5担当の杉本と申します。本日は9月14日から9月20日の期間で開催されるデニムの沼染めの世界について、デニムの魅力、染めの世界の奥深さについて知るために本場岡山までやってきました。では今回お世話になるデニムクローゼットの吉川さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。デニムクローゼットの企画の吉川です。職人企画職というとちょっと皆さん大げさに聞こえてしまうので、今回は私もデニムの一沼人として作り手の視点でいろいろとお話しできたらいいなと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速お話を伺っていきたいと思います。初めて知る染めの世界の魅力ということで、そもそもデニムってどのようにして作られてるんですか？杉本さんはデニムって聞くとどういうイメージを持たれてますか？そうですね、まあ、僕のイメージなんですけど、やっぱりこう形になった、はいはい、製品になった、はい、そのものかなっていうイメージ。もうそれも全くその通り で、はい、で岡山県が、まあ、ジーンズの生産が、まあ、非常に盛んなのも、こういう製品を作るってことに特化した環境だからですね。簡単に説明すると、糸を染色して生地を織って裁断をして、で縫製をする。で、まあ、物によってはこういうちょっと加工をしたりとかして製品に完成させるっていう工程の全ての工程が岡山県の中で全部完結するっていうのが特徴だと思います。なかなかそういう地域ってやっぱり日本にないので、でそういうもちろん製品としてのデニムってもあるんですけど、実はデニムっていうと生地自体、生地そのもののことを本来のデニムっていう風に言ったりするんで、まあ実はそうなんですね、はい、ではその皆さん、こういったメーカーさんが、はいはい、作ってさんがいらっしゃる中で、うちのデニムはここが、はい、こだわりで、ここがすごい、はい、ここを見てほしいみたいなところがあればお伺いしたいです、はい、もちろん製品になったと全体のバランスとしてこうちゃんと完成させるっていうことも重要なんですけど、うちの場合は、まあ、こういうオーソドックスなデニムっていうものも手間をちょっと加えて、柿渋染めっていう、まあ、天然染料でこのジーンズを先に作って、その後に、まあ、天然染料で染めるっていうことをやったりとか、これはよくある糸を先に染めて織ってる先染めの印料のジーンズですけど、もう染めとかをしてない、いわゆる、まあ、ホワイトのジーンズみたいなものがあると思うんですけど、それを製品として作って、その白いジーンズを職人が一本一本手染めするっていうようなこともやってるので、デニムっていうと、まあ、こういうものをイメージする方も多いと思うんですけど、うちでは染めで、こだわりを持ってそこを追求してるっていう感じです。ここが面白い職人が語る、染めの世界ということで、数あるものづくりの中でこのデニムの世界を入ったきっかけなんか聞きたいですね、はい、簡単に言うと就活するときに、はい、一番上位だったのがデニムで、デニムを作るってことに、まあ、興味関心があったので、それをもうそのままもう職業にしちゃったっていう感じですよね。デニムはそう、大好きで、デニムはもう本当にその通りです。で自分ではもう本当にもうその時ってもうめちゃめちゃ若いんで、物は考えてないですよ。で人からでもやっぱり今ちょっとね、これ聞くとバカっぽく聞こえるかもしれないですけど本当に今思い返せば、もうそこにジーンズがあればずっともう触って眺めてたりとか、別に会話相手いないんですよ。単にもう自分の家とかでこういろんな、今職業にしてるからいろんなサイズを今考えたら、ちょっとなんか無みたいなことをね、その時にやっぱり普通にやってて、それはやっぱり沼にやっぱり使ってるのかなと思います。やっぱり今でももちろんそれは職業にしてるからそうなんですけど、やっぱりその当時も、まあ、デニムとかジーンズに関わるような書籍とか雑誌とか片っ端から買って読んで勉強したし、いろんな人
仕事じゃなくてもう、そうそうですね、もうだから本当にもうね、その当時そういう光景を見た家族とかは、はい、すごく謎だった。なんでこの子は、箱はでもそうです、そう、なんでこの子、そう本当に洗濯するときにもずっとこう洗濯機の洗濯槽を、はい、1本洗ってるジーンズをね、ずっと眺めたりもしてたぐらい、いや、何だったのか全然分かった。だから今僕が思ってるのは、そのまんまこの価値観で職業にするのはもうまずいと思うんで、職業にした段階で純粋な沼人っていうだけでは、まあ、立ち行かないと思ってるんで、実際その僕の仕事っていうのは企画職なんで、沼に使ってない人っていうか、はい、まだライトユーザーだったりとか、デニムにちょっと関心はあるけど、まだその手に取ったことはないっていうような人にこう親しみを持ってもらうためには、まあ、もちろんデニムの沼人の人に寄り添う製品を作るんですけど、やっぱりこう開いていきたいっていうのがあるんで、まあ、そういう自分がこう元々ね、そのすごいどっぷり沼に使ってた人間だからこそ、新しいその世界ということで、たくさん魅力を語っていただきましたが、皆さんやっぱりこう最終的に気になるのって、どうやって選べばいいのとか、ね、デニムのどこ見て選んだらいいのかなとか、いろいろ考えたんですけど、基本的には自分の基準というか、もう自分の好きなものを履いてっていうになっちゃうんですね。でもこれだと今回デニムの人でっていうことでお話しさせてもらって、何か違うことが僕に求められてる。その観点からいくと、製品作ってる、まあ、ものづくりしてる人間が何を考えてこういう製品にしてるんだろうとか、どうしてこういう作りになってるんだろうかっていうのが、もう直接話が聞けるような環境とかでジーンズを選ぶっていうのは、一つ違う体験になるっていうのは間違いないと思います。なのはやっぱり店頭でということで、実際の工房にお邪魔しています。この青いタグは何ですか？これが藍染めの染料を管理してる、はい、まあ、これがもう染料を進める、この染料を使って染めていきます。なるほど。これ液体は黄色なんですね。まあ、ちょっと黄色っぽいとか、ちょっと緑っぽい感じの色ですね。はいはい、実際染める手順としては、染料を生地に対して染み込ませて、はい、で引き上げて空気中に触れさせた時に、そこで酸化して皆さん知ってるあの藍色に変化するっていうの、その繰り返しで濃い色を重ねていく。なるほど。なので今回この左のデニムをおー、
ごい、こんなに変わるんですね。これもっと濃くやりたいと思うんですけど、はいはいはい、今染めるっていうのをなるほどなくなる方が効率よくこう空気に触れるんで、はい、あすごいどんどん青くなって絞ってこう水気が切れるところからどんどん色がこう、すごい面白いですね。この状態でちょっと空気に触れさす時間をまた測ってちょっと取ります。なるほど。これで液体がこう酸化する、そうですね、で青くなっていく。僕がやるのは結構この空気に触れさせてる時に、はい、なんかこうムラになったりしないように全体をこうちょっとシワになったりしないようにというところをつけます。このジーンズの場合は1分間の繊維液に色をつけて絞った後に3分触れさせてくれるっていうね、結構違うでしょ。もうめちゃくちゃ変わりますね。しかもどんどんしっかり染まっていってるのが、空気に触れさせてるのがめっちゃ重要で、これ重ねていくとすごい濃い色になっていきます、ね、こっち側をこっちに取って、はい、で逆方向に入れて、これしっかり入りますね、これ。定着してない、あの上に乗っかってる
スペースをちょっと取ります。これ、ね、色見てもらうそんなにもう青い色が出るって感じじゃないかな。結構いい感じで、うん、まあ、あと洗濯機とかでしっかりすすい で、はい、でちょっと仕上げはあの煮込んだりするんですけど、まあ、これで今回は出来上がりを